皆さんはじめまして、ブレインマジックの小沢と、はいです。イエーイ。迷走しすぎててやばいな、俺ら。今回もですね、プレミアプロとエクスカリバーとオービタル2の活用法について説明していきたいと思います。はい、といったところで前回はメモ入りマーカーの解説したんですけど、今回はクリップ全体に対してこうマーカー入れられないかなと思っていて、このクリップ丸ごとこう色味変更しといてとか、エフェクトとか適用しといてとかってあると思うんですけど、マーカーがさ、ちょこんと一点だけだと分かりにくいじゃない。だからそこをエクスカリバー使ってできないのかな、こうですか。できます。マジ？ちょっとじゃあ皆さんに見せていきましょうか。わかりました。と今クリップ選択してもらって、うん、このボタンポチッと押してもらうと、うん、おお、これさ、また時間かかっちゃってますけど、はい、この前と同じように魔法が使えるんですか。使えますね。じゃあちょっと見てみましょう。今度こっちのクリップ選択してもらって、今度こっちのボタンですね、うん、おお、ちゃんと名前も変えたの。それで、これ何？じゃあ、どういう風に設定していけるのかっていうのを今回は皆さんにお伝えしていきましょうか。まあじゃあ、一つ目の説明としては、検索窓開いてモビミールっていうね。まあそれも前回と同様マクロでやってるのかな？はい。この今、アドマーカーというセレクションをクリックしてもらって、うん、マクロがバーッと入ってます。まあ、こういう感じですね。これもまあだから前回と同様に、記録開始ボタンを押して、キーボードのオルトスペースキーをキーボード側で押して、うん、で、それ、記録終了っていったような、この一連のキーボードの流れっていったものをこう登録しろと、ね。ああ、なるほど。で、実際にやっていきますね。はい。まず、ウィンドウ。うん、前回と一緒です。うん、3段目でエクステンションを開いて、エクスカリバーセット。はい。じゃあ、クリックして、うん、で、今回僕が作ったのは、この、回チェック選択したクリップ、管理。はい、はい、はい。クリックすると、こういう画面が出てきます。うん。まあ、アドマーカートゥーセレクションっていうものをまあ選択して、で、マーカーネームは、まあ、回チェック。前回のそのメモ入りマーカーはアドマーカーだったけども、はい、今回のいわゆるクリップ自体のこう全体に対してのマーカーをつけるっていうのは、アドマーカーとセレクションっていうですね。そうです。まあ、最初から作ると、はい、まあ、この、また、このアドユーザーコマンド。はい。こちらから選択して、はい、で、名前はまあ、こっちで、今回のやっちゃいますね。はい。で、アドコマンド、こちらクリックすると、はい、このアドっていうものと、こう2段目にアドマーカーとセレクション。はい、これでクリックして、うん、こうマーカーのところに名前何入れますかって言われてるんで、カインチェックとか入れておいてもらって、うん、色は、オレンジでいいんじゃない？じゃあオレンジ。これで OK を押したいところなんですけど、うん、まだこれじゃショートカットキーはやってないと思いますよ。なのでここでコントロールシフトオルト、まあ2番でいいですね。これ上書きされるんだ、同じキーがあったら。そうなんですよ。なので作り直したいときとかは、まあこういう感じでやっちゃってもいいと思います。で、最後 OK を押してもらって、うん、オービタル2側に、この戻りますね。で、フラットリング。こちらですね。はい、今もう、僕はここに入れちゃってるんですけど。ああ、なるほどね。はい、これを押して、コントロールオールトシフト2。うん、やってもらえば、構造なんで。これで、これでいきます。お、ちょっと見せてください。選択してもらって、うん、こうです。おー、早い。まあ今日はこんなところですかね。といったところでいかがだったでしょうか。すいません、噛んじゃいましたけども。今回はね、オービタル2とエクスカリバーの活用といったところの一つ、クリップ全体のマーカーに対しての色をつけるっていうところでしたかね。はい、といったところで、最後カミカミでしたが、また皆さんお会いしましょう。また。